後付けよえぞ。お願いします。沈み込みだぞ、沈み込み。切り替え押さえつけながら移動は谷へね、山へ切らない。外足が少し引っ張られてるな、特に左足かな。だから外足少し進めながらエッチングしていくようにね。オーケー、行きます、お願いします。コバちゃん、ちょっと外足の位置あるだぞ。前、少し前をしながら、少しね、遠心力と釣り合う時の腰の中心線がちょっと外向きすぎる時もあるんだよ。ああやってね、外向いてね、こう走らせてくって時もあるんだけどね、ここのここはね、もう少し整体させてからプッシングした方が外足最後引っ張られなくて。コース行きます、お願いします。うん、まあ内容は悪くねえんだろうな。もうちょっと欲張って行くんなら、もう少し角度必要だぞってとこだよね。外スキー少し母子球から肩の方に進めていく感じね。はい、お願いします。足ぞ、タイミングあれだぞ、遅れんのよ。ちょっと急斜面タイミング遅いぞ。はい、あーちょっと、おお、まあ、角度こう緩斜面良くなってきちゃうね。コース行きます、お願いします。前にあれだぞ、切り替えてから。コース行きます、お願いします。お前ブラシどうしたんだ。ブラシスタートに置きました。バーカ、今置いたらもう遅いだろうな。インって来るとき置かなきゃダメだね。かすいません。よっ、あーようこさんいる、そこ。今いません。あ、いいよいいよ。もっと速いラインでボールまで。あ、はい、石だ。今日ラストの石田くんです。ここまで目覚ましい進歩。おいいね。バー、ここだよね。惜しいね。ちょっとしたクニック、バランス後ろにあると失っちゃうよね。おお、いいね石田くん。ほら浮いた。ダメだろ、今の後の処理したけど。さあここどうだ。ここの深回り要求。ほら角度足んない。石田くん、こういうターンは結構いいよ。こういうとこでちょっと浮いちゃったりとか、これ状態潰れてるぞ。俺はタイミング遅い。行きます、お願いします。マッシーさん、もう少し押し込んでこう前へ進めながらね、スキーグーンと押し込んで押し込んで滑らせていくよ。はい、石田くん、押せ行きます、お願いします。コバちゃん、小春にどれぐらい勝ってると思う？あら、潰れたらダメだ。わかりません。大体でいいから行ってみろ。1秒。コンマ7か8負けてるぞ。はい、はい、
もう少し欲張ってラインタイトにいけるところとライン出すところね、しっかり戦略的に。あとは外スキーもう少しする。ああ、大志くんのこのフィンランド遠征ラスト GS お願いします。おー、久保ちゃん、あと何本いるになりました。大志くん、目覚ましいシュートを見せました。ただ、僕の、はいよ、集中してやってくれ。僕のスラロームスキー、はい、ノーアンピ、44秒69です。大志くん、ゴール。